はい、おはようございます。今日はですね、今からトレーニングの方行ってくるんですけど、今日のトレーニングは、紅白戦を11対11のフルピッチでのゲームをやるということなんで、かなり楽しみなんですが、しっかりアピールできるように頑張っていきます。それじゃ、行ってきまーす。今8本ですね。8本。ジュース8ってこいよ。
はい、ということで今トレーニングの方から帰ってきました。今日はですね午後のトレーニングで、でちょっとバーンってやったりしてたんで、もう外が真っ暗になってしまったんですけど、今日は紅白戦ということで、45分間かな、やったんですけど、チーム僕のいるチームは勝つことができて、で自分もその得点を、決めて勝つことができたんで、そこは良かった点かなというふうに思います。では個人の内容を見てみると、まだまだその前面でやれるだけの、運動量がないなというふうに思ってて、前に出ていく怖いプレー、どんどんゴール前に顔を出すような、ランニングだったり、あとは疲れてる時にその戻るプレスバックのとこだったり、そういうとこがまだまだ、自分はできてないなというふうに思って、であとそのミスも疲れてきた時に、結構出てしまったんで、そこの内容、自分の個人の内容はあんまり納得いってないですね。はい、で今日はですね、もう外も夜で、お腹も空いてきたんで自炊をしようかなというふうに思うんですが、何作ろうかな今日、豚キムチかオムライスオムライスは結構負担が大きいんでね、豚キムチとかアンパイに作ってみようかなというふうに思います。それじゃあ今からスーパーの方行ってきます。はい、ということで今からね、今買ってきたんで、作っていきたいと思います。はい、まずはですね、ごま油の方を投入していきます。おーおら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 と投入していきます。まあね、もうこんなん豚キムチなんか簡単ですよね。ただぶち込めばいいだけですもんね。はい、豚肉を焼いてキムチを、ぶち込めば完成するということで、よっしゃ。はい、ということで豚肉の方入れていきます。おーりゃー、これをね、美味しそうな生姜焼き用のあれなんですけど、はい、入れていきます。はい、今いい感じで、焼いてるんですけど、まだこっちにもいっぱいあるんで一回これを引き上げます。おーい、まあ、お腹空いてるんで結構入れちゃいますね。おーおー、で、ここからキムチの方ね、はい、こちら僕キムチ好きなんでいっぱい投入していきます。おーい、キムチは健康にいいとも言うんでね、結構多めに入れましょう。はい、ということで今いい感じにもうできてきたんで完成です。で、多分これ結構量多くてこっちに入りきらないんで、もうこのままフライパンで食いますはい、ということで完成しました。こんな感じです。うおー、めっちゃうまそう。うん、やっぱキムチいいっすね、美味しそうっすね。で、量も多いし、はい、ご飯は茶碗に移すのめんどくさかったんで、タッパーのまま食います。いただきます。いや、うまそうだなこれ。うん、このフライパンで食うっていうのは男らしくていいっすよねいただきます。まあ、まじ、あ、うまい、うまいわ。やっぱキムチ好きっすわ。おいしい。はい、で先ほどこの豚肉とあとキムチを買いにスーパーに行ったじゃないですか。で、行った時にそのレジの店員さんがに僕一目惚れしました、はい、いや、すごい可愛かったんですよ僕っていうのはスタバの時もそうですけど、いっぱい通っても何もそこから一歩踏み出すことができず何もなく終わってるっていう展開が多いんでね、ここで一つ男を見せてやろうかなというふうに思いますね。これは絶対サッカーにもつながってくると思って、やっぱいいとこまで行っても結局シュート打たないでこのパスに逃げちゃうとか、そういう自分なんですよね、うん、そういう自分変えたいっすよ。やっぱ変えたいんで、今結構もうドリブルでいい感じで、抜いていって、でもう最後シュート打てばこれもしかしたら入るかもしれないってところ で僕がシュート打ちます。今回シュート打ちに行きます。なんで、今からスーパーの方行って、で、どうしようかな、どうしよう、なんか連絡先の紙みたいな電話番号を書いて、お願いします、よかったらお願いしますみたいな感じで渡そうかな。これ昭和すぎますね、はい、昔すぎますね。なんで行きたいと思いますね。この自分から行けない、昔からそうなんですよ。昔から、中学も高校もそうですけど、自分からね、アプローチっていうかそういうのができない、チキン野郎なんですよ僕は。そういう自分をね、ちょっと変えなきゃね、今後のサッカーもううまくいかないと思うんで、行きたいと思います。ゆきちゃん、いいよな。ゆきちゃん、行っていいよな。男として俺自分変えたいんだよ。いいよ。
ってことで、ね、あのいくちゃんの了承も得たんで、行ってきたいと思います。世界は喜びが溢れている、物語はいつも果てしない青胸。